はい、どうもみなさん、こんにちは。もちゃ TV です。今回もウィニングラビー選手のマイクラブやっていきたいと思います。ちょっとね、動画の期間が空いてしまって申し訳ないです。お久しぶり。今ね、戦績がですね、ちょうど952まで来たんで、まあ、ここで1個、一発、まあ、取ろうかなということで。まあ、5連勝して、942で4連勝目で、5連勝かけた相手の方が、まあ、ちょっとチーム力がね、2000ぐらいの方だったんで、10しか上がんなかったんだけど、低い。まあね、ちょっとね、もったいないよね。だから、ああいう時に、やっぱりチーム力高い人とやってでもそれはどうもすらうっることもていでうきのないが、でしょ、こっちは。そう。まあでも、ギリギリ1-0で勝ったんだよね、その方にも。だから、もう本当ギリギリの勝負だったんで、まあ、今、それをね、結構ものにできてるから、その流れでね、ちょっと行って、まあ、ここでまた5連勝すれば、もう本当グッとね、900とか1000、見えてくるから、なんとか俺は500試合までに行きたいなと思ってんだよね。冷静に。そう。2016のオンディビの方は500試合前まで、500試合やる前までに劣勢になったから、やっぱそれが一つね、まあ、目標だよね。まあ、そうだな。そう。今ね、二刀流でやってるから、ちょうど。そうワンね、トップワントップ、と、ツートップの二刀流そうだだ、ね。ワンがもう無理だったら2に、はい、切り替えて、あと指名をね。あ、あ、ちょっ相と手待って、あ、が？ミスった、ミスった、ミスった。え？え？チーム力レベル3になってない？え？やべえ。あれできちゃったかも。死ぬ気か、お前。やべえ。死ぬ気か？ちょっと待って、これ動画的にすげえおもろいけどさ。うわー、一番一撃のやつ来ちゃったじゃん。死ぬ気か？うわ、出たこれ。うわ、この動画でいいの？しょうがないよ、もう。二刀流でいく？二二刀刀、流じゃない。これはツートップでいくしかないと思うよ。確実に。いや、ちょっと待って、これメンバーめちゃめちゃ弱いんだよ。相手も何や、こいつらって。やべえ。なめとんのかよ、お前って。キーパーでも例のいるわ。例の出そう。ちょっと待って。お、マジかよ、マジで。うわ、これだから、やるって、これ、ウイルやってる人分かると思うんだけどね、やっちゃうんだよね、シム戦のあれで。シムやった後にみたいまあな。でも、これ面白いか。まあいいんじゃない？相手、レートなんだった？600。ああ、まあなんとか、もしかしたら。いや、これやべえって。ナスとかいるもん。浦和レッズの。ナス、見せてくれ。ちょっと待って、ウリアン・カルバーニ入れて、ちょっと待って待って待って。こいつ入れとく相手か。に舐めとんのか、こいつらって。いや、相手の方がまだ でいいでも、しチーム力めっちゃ下ょがってるから、そんなに下がらないんじゃう。下ない？がんない、負けても。でもさ、5連勝してんだよ。いやでも5連勝だったらいいじゃん。意味わかる？ちょっと待ってくれよ。負けない。負けない戦いやろうよ。ちょっと待って、これめっちゃ弱い。 おいおい、マジか。しかもこれさ、ツートップした？ツートップにした方がいい。いや、ちょっと待って、これ2トップとかできねえんだよ。アランブルっていう監督だから。終わったな。いや、わかんないまだ。まあそうだな。新しい真の境地が見えるかもしれないよ。いや、これおもろいな。でも動画的にはめっちゃおもろいんやない？なんでお前この人確認しろよ、お前。ちょっとこれ LINE めっちゃ高いじゃん。しょうがねえよ。もう行くしかねそれおっぱっぴだよ、お前。え。これよくやるんだよ、みんな。で、なんかやって勝てたりすると、おおみたいな。これ俺やったことなかった、一回も。2015からプレイしてるけど、これだけ気をつけてた。本日の試今合回やっちゃっはた。パリ・サンジェルマン対 FC 東気抜京、けてたな。ちょっちと待って、ょっと雨降っ見てるやん、逃めっしちゃ。ます。解説は北澤さん、う実わー、況はこれ東ね、京でおこ伺れ、いします。うまさだよ、北もう、澤ウイさん、レよろの。しくお願いします。うまさ、強さだ。もう、うまさに行くしかねえ。FC メッ東シも京、い現ね。在5連勝中と、まさにまあ会まあまあ。心の勢いです。その数、今日も伸ばしてくるのでしょうか。そうですね、連勝が続くと注目度も勝高くてなんりのまか、すそからこ。ね。プレッシャーもかかってくるんでしょうね。それを跳ね飛ばすような勢いのある試合を期待危したいですねえ。よね。さあ、前半見ていきましょう。パリ・ああ、サンジェルマン対 FC 東京、あるぞ。どういった立ち上がりになるんでしょうか。スルーパス、いや、ゴールFC 東京、集中だ、集中。集中、集中、お前、かつて FC ない東ほど京、集中し先制ろ。スタイル。2016年、今年ももう終わりですが、かつそれ、て、年の流瀬れるパスじをゃ繋ねえぎ、か、お前、ゴール12を月生みま始しめた。ですか。これだけの連携プレーというのは、喋りすぎじゃん、それぐらい、お前、もうなかビなンかビンでいけきなよ、おいで前。すよね。見事な崩し方ですよドミね。だ、クロス。もっと、これ見せる。さあ、FC 東京、立ち上よいがしりょ、順調とおお、いなんうだ。先制ゴールです。危ない危いない。や、主導権を握る上で非常にいい時間集帯中しろ、形成で気き合まがし違えんたね。だ、腹くくったやつ立ちらは。上がりゲームを作る上で グリ関カ普係通にの出てるるから、大きな玉子砕もいますよね。覚悟素晴でらしいやでるすやつね。らは、気合が違えんだよ。裏のスペースを狙う。チャンス。来た、もう一個、もう一回、これ、パスするよ。ああ、こ立て。こ。ああ、惜しい、長いボ遅ールを送ります。いな、お前、動きが。いやいや、しょうがない、しょうがない。取れ。ウィレン・カルバーニョ、ちょっといる。あ、いい。そこ気をつけよう。FC 危東ない京、よ。
先日エージェントが連れて、お前らできる、お前らトップチームいけるんだ、腐るな、さらに勝てないといけ、いけるよ、やれるよ、これも必要なんでしょうね。そうですね、力じゃない、エージェントが優秀になればなるほど能力の高い選手、若い目も使ってくますからね。あとはタイミングも重要になってますよね。何やってる何やってる、おいおい、ここまでしましょう。チームメイトムービングを得意とする、あー危ね、逆じゃなくてよかった。その対処の方法としてはでかいタッチが、あ、これでも流動的なチームなので、ボール以外の選手の動きを、ここなんだこれ、なんなんださっきから。2点取ればつきたいところですけども、エリアやシーンによっては見なくても良い場面があるので、状況によってそれぞれの判断が必要になってますね。いや惜しい、すごいシュートのろくない、うん、しょうがない止まって見えるよ。あ、キースリンクやれよお前、やるよお前、振り切ってんだよ、力キースリンク66のセンターバックやれ、いいよいいよ、いける、ちょ、行くな行くな、お前バカ、お前行くなっちゅうの、お前なんで行くよ、やばい、ナス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 やれ、ナスやれ、お前この日本人一人しかいないけど、うまくお前ジャパニーズ以外の言葉使ってやりきれ、ナスに話しかけろ、みんな積極的に、ナス何言ってるか分かんないけどな、いけいけいけ、ここここ、あっと危ない、ここ、あ、マシュマロ、 OK、 ナスいいぞ、ナス伸び伸びやれ、ナス、ナス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 、伸び伸びやれ、全部日本語わかるぞ、何やってお前、おいおいおい、ラメラとか使いてえな俺も、おいおい、いくら、ナスナスナス、お前これで組みたぞ、早っ、出ろ出ろよお前、おい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 、あ、でも焦ってる、ちょっと待って、やれることやれ、やれることやれ、そういいよ、晴れるじゃん、晴れるじゃない、ひょっとして A 代表、いいよ、なんて出せよ、大丈夫大丈夫、この後、この後守備、ここが結構モロティ、おいおいおい、グリフグリフ、 A 代表、玉ひよ、玉ひよ、玉ひよ、足速ければいいってもんじゃないよ、ボルト、ボルト取れ、オーケー、あ、いいや、来た、チャンス、もう一歩打つか、フリーダキースリー、よいしょ、キースリー、まあ、A 代表あるぞ、来るか、あの、ジルを脅かせ、ジル、うん、舐めるな、バカだれって言われるやん、玉置き、引き締めろ、お前勝ったんけ、意味はないんだ、勝たなきゃ、そうですね、出せ出せ、なんだ、していく、オッケー、あと1点取ればわかんない、もしかして義務もあるかもしれない、ね、この目、このあれであれだったらちょっとあれだけど、ナス疲れてるやん、めっちゃ、おい、ナス、ブランクか、やっぱ出てない、下げろ、ポン、なんか相手の方が新鮮だな、新鮮すぎる、お前一緒くない、おー、でかい、 A 代表、 A 代表、おい、強い、もう一人 A 代表、お前、おカルバーニもやれよ、大丈夫、ちょっと、ちょっと、ちょっと、中走ってくる、中走ってくる、よいしょ、セーフティーに、キャロ、キャロ、ナスのサイド攻めてくるな、お前ナスが穴だって分かってる、お前、オーケー、え、キーパー A 代表だから、怖え、キーパーも A 代表だよ、ね、キーになってるな、うん、いやいやお前、ちょっと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 、来た、いいよ、さあ左サイドへ、こっち入れ、サイドナス、いいぞナス、フィード、切り込め、ナス、ほいほい、いいよ、来た、あー、その後のアイディア、オーケーオーケー、外に流した、外に流した、オーケーオーケー、来た来た来た、なかなか繋がらないですよね、いいよ、さあキースリンクへ、あるよ、トン来た、ストーン、ストーン、トン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 、三元トン、どういうこと、3点取ったから三元トン、うん、いいよ、シュート前の一歩で勝負あったか、何よ、キレのあるスルーパスからの一歩、まあまあ、オーケーオーケーオーケー、頼む、ギブしてくれ、ギブしてくれ、俺たちはもう無理だ、頼む頼む、ギブしてくれ、もういいだろ、ギブ、よし、ありがとう、どんぐらいなんだこれ、いやわかんない、これ危なかった、マジ危なかった、見てこれ出てる選手、白とかおるぜ、1人57とか、でもね、初心に帰るべきだったんだよ、そういうこと、今ここでみんなチーム力レベルをさ結構上がってるじゃん、最近3結構上がってる、3も上がってんね、うん、やっぱそういうことなんだよ、初心帰ろうって、ウイングレベル原点見ようって、帰ろうって、うん、その頼ってないかって、選手の能力に今一度組み立てとか考えようよって、ね、作ったぞ
いやーまあね、ちょっと今回はアクシデントがあって想定外でしたね。まあでもナスとかね、うん、結構出したりとか、まあなんかね、レースさえ行ったらね、ナスとか俺たちが温めてたネタだったのに ね、日本代表でやるみたいな。そう、あの清武とかね、あの香川とか、ちょっと今日本人いるんで、岡崎もいるしね、これ意外と楽しいかもね。これ多分こっちの方が俺楽しいわ、おもろいね、なんか気合が入る。てか岡崎とか今度入れとく。まあでもそれあれだから、いや調子こくねえお前、なんだ岡崎のこと失礼なの。いやでもそれやりに来てるじゃん、だってお前はこれ あくまでアクシデント舐めてるよ相手に失礼なところだよこれ。でもまあでもここにルーカス・バスケスが入れといてよかったわまだ、うん、でも結構あれだね、やっぱなんかさ銀とかでさあの選手使えねえだと思うじゃん、うん、これそのオンジェとオジェンダとかさ、うん、普通足速かったし、うん、やっぱキースリンクとかまあまあ良かったじゃん普通に、うん、ね全然ねやれるじゃん、うん、やっぱいい選手もいるってことやな、忘れないでって、まあ うん、そういう意味なんじゃないかな。まあね、これで3上がったのはでかい。あとなんか3トップ良かったね意外と入るね、意外と入る、なんかポンポンってポン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 行くなって、どうしたってね、うん、まあそんな感じかな。そう、まあそんな感じでやってきたということで、まあね、レート戦、まあ次は970あたりでまた撮れたらね、動画を1本まあいいかなと思ってるんでね。まあ970、まあそうだね、そうだな、970って行くかな、そんな行くっていうか、それ切りよくなる、それ分からん、うん、まあそんぐらいになったらまた撮っていきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。アモーレ流行語大賞おめでとう。